ダニエル・ロパティンは、ワンオートリックス・ポイント・ネバーの名で知られる、アメリカ合衆国ニューヨーク・ブルックリンを拠点とする、エレクトロニック・ミュージシャン、音楽プロデューサー、映画音楽家である、通称オピン、ノイズ、アンビエント、ドローンといった実験的な、エレクトロニック・ミュージック作品で、高い評価を得ているほか、映画音楽家として、グッドタイム、アンカット・ダイヤモンドといった作品を手掛けている。 また、音楽プロデューサーとして、アノーニやザ・ウィーク・エンドなどに楽曲提供も行う。さらに、美術館でのマルチメディア作品展示も多数手掛けている。オートリックス・ポイント・ネバーのライブパフォーマンスノイズ、アンビエント、ドローンといった要素を中心にした実験的な音楽は、批評家から高く評価され、2010年リリースの リーターネルはピッチフォークメディアのこの年のベストアルバムランキングで20位に2011年、レプリカは同17位に2013年の R プラス7は同24位に2015年のガーデン・オブ・デリーとは同11位に選出されている。FKA ツイックスなど多くのアーティストとコラボレーションするほか音楽制作を手掛けた映画 グッドタイムは2017年のカンヌ映画祭、最優秀サウンドトラック賞を受賞するなど、多岐にわたり、活動を続けている。ありがとうございます。